はい、アケですということでね、ちょうど、シーズンが終わったということでね、ランキングとあと限定チップがもらえたので、こちらも回しつつ、広場パークだっけをやっていこうと思います。で、何出るかなこれ、まだまだ打ち足りないよね。これで76になりました。 BM もね、結構溜まってるんでね。とりあえずロックマンは10連引いて、それで出たらもう引かずに、あとハロウィンに温存しようかなって思います。で、ちょっとね、チップを開けよっか。うん。全部開けると何になる？ 191 は結構重いから、負けれるやつだけ開けよう。いきます。まずい。まずい。うわはい、終了です。ありがとうございました。いやー、こういうのがあるからさ、やっぱ、シーズンしっかりね、最低1枚は走ろうってあれなのに、やってないからもう、で、今後ね、シーズンカードもね、メモリーチップで交換できるようになってほしいな。メモリーディスクだっけ？忘れちゃった。あなただけのデッキを作り上げましょう。じゃあ、まあ、とりあえずメグでね、このモンモ広場、モンパークね、行こうと思います。で、昨日ね、まあね、ちょっと個人的にやったんだよ、まあそりゃ。で、やった感想としてはね、広い高さん広場みたいな感じがします、すごい。なんかね、ちょっとすごい手抜き感って言ったらあれだけど、牛がなんかしてくるかなって思ったら、牛はずっと鳴いてるだけだし、もうひたすら車線は通ってるから、俺はメグやってるからいいんだけど、シンプルにこれ調査艇ガンナーが強いねとこだから、もうなんか、あとね、逆にアタッカーとかいろいろスプとか詰めてきたら見やすいステージではあるんだけど、なんかみんな結構もう即相手に陣詰めるとかがよくあるんだよ。だからちょっとそれなんかね、結構意味なんか最初にもう二陣詰めに行ってもう裏やるみたいな結構意を感じると、もう友達も言ってました。それは怖いね。はい、行きましょう。ね、ステージ固定はね、ちょっとやりやすいんでね。こういう感じで、新しいステージったら、毎回毎回、そのステージしか出ないやつにもしてほしいよねって。さあ、よろしくお願いします。生のモーモーパーク、BGM はないですが、私の実況解説ともにお願いします。よろしくお願いします。実況解説って言えるほどじゃないけど、うん。ただただ適当に喋るだけ。はい。まあ、メガネかけてるんだねって。なんでメガネ？はい、よろしくお願いします。味方が、ただおみれい役で、よろしくお願いします。お相手が、マトリグスタッフキツネ、よろしくお願いします。で、まあまあ、最初はまあ、一陣でいいよね。うん、まあ、一陣でいいんだけど、なんかね、もう本当に、一番思ったっていうか、敵に来て、わかった、敵じゃない、味方に来たんだけど、竜がね、すごい HS もどっからでも車線通るなって、下手な段差もないから、すごいやりやすいって言っていいのかな。HS がもう平行、常に段差ねえから、もうなんて言うんだろう、車線、壁越しでも全然もう余裕で打てるみたいな、そういう感じのね、思ったよ。理由とか、なんかとりあえず、格殺系 HS かなり強いよ、これ。まあ、どこでもそうだけど、ね、段差があってこそって感じだからさ、いつも。これもしっかりさ、段差じゃねえと。まあ、ちょっとまあそんなに喋れないか。いやー危ない。キツネがな、ちょっとめちゃめちゃなんだっけ、モモ鍋、モモ鍋がいてえよ。
抜けそうだな。よし。ザクザっていうかまあこうやって関節付き狙いつつね。よし、バイバイ。帰るか。カード博士だからとりあえずマトイは来れないと思うけど。いやーこいつまた家が張ってね。残り30秒です。さすがに2度目は滑り、さっきの滑りは多分7度、いやでもめちゃめちゃうまかったって今思ったのさっきは。よいしょ、飽きてるもん。ちょっと触ってくるけど、まあさすがにもう説明も特に何もなかったけど、一通りこんな感じです。もうとにかくね、相手がもう突っ込んでくるってとか広げないと、結構自分があの二陣一陣でも結構遠いからしっかりね広げておかないと後ろ詰められちゃうんでね、気をつけましょうっていう、そういうステージね。はい、わかんないけどね、うん、人それぞれだから。でも僕はもう広い高さんって感じで見てます。もうしかも今俺、あれ牛がさ、BGM オフにしてるから、牛な、声なかったよね、今。最終のプレイヤーがあなたを待って。マジで、牛なんだろうね、これね。じゃあ、あと1試合ぐらいやってやるっすか。BGM オンにしたいけどね、こういう時にかけ、待って。イベントアリーナでマッチング中です。ソーンと、待って。イベントアリーナでソーンと、あとアダム以外だったら、何でも来ていいけど、彼ら2人の曲は絶対に著作権出てくるから、ちょっとね嫌だね。なんでだろうね、本当に。著作権といえば、僕最近収益化のやつやったんですけど、マジでまず先にもう著作権やる前にもうそういう系のものをやってたらダメって言われたもん。だって別にその高いやつは別にもうそれはもう著作物はそのご本人様のものだから別にいいんだけどさ、僕から出てくる普通のコンテンツはなんか普通の、いや僕から出てくるわけじゃないけど、こうやってなんかやってやらせてくださってるこういう系のゲームはもう普通にね、なんかねこうしたいなっていう気持ちが強いですね。はい、よろしくお願いします。僕はめぐみで味方がアイスデム、相手がトゥービーアエミリア、レイヤーとプレイヤーとさっきのやつ、よろしくお願いします。準備はよろしいです。レッツゴー。まあ強そうだよね、結構ね。でもなんだろう、感覚はあるから結構ドアターンは行きやすいのかな。あー待て、まずい。帰っておいで、帰っておいで、ちょっとごめん。強いけど、あー無理だな。これはね二陣触ってほしいな、いや待って、一回様子見つつでも虹に立ってほしいな、正直。虹に立ってくれ、虹にターン絶対トゥービー来るんだよ。あ、待って、アップありがとう。立ってくれ、ありがとう。あ、ちょっとね、あ、逃げが硬いな、無理だ。HS 溜めたいな、HS 溜めたいな、って溜めてほしい。強っ。おっ、 2G が、あ、間に合ってるんだよね。一回レム HS 貯めてほしいな。なんか結構みんなね、やっぱ遠いからなのか分かんないけど貯めないんだよね、割と。まあ、取れてるけど、貯めていい。ここまで来たら貯めてほしい。貯めていいよ。眠。いやでも遅いかも。お母さんが。
いやこれ絶対、いや貯めてればいいんだよな、マジで貯めてさ、何にせよさ相手の HS を吐かせないといけないから、こっちからも吐かせるウェポン持ってなきゃダメなのに、やりきれてないんだよね結局。ほらもう AI かな、違うよねさすがに。あでもなんか切ってるみたいな、切ってるっぽいな、 AI かもしれないこれ。こいつは何してんだ、レオンだよ、レオンってかドリームエンジェルだろうね。そりゃそうだよ、えもう飛ぶ時点でもうあれ HA してないからもうあれかも、さすがにもうあれ AA だわ、うん、あーちょっとそこ当たるんだ、長いね意外と。いやーでもな、 AI が味方が一人で AI だからって負けって言って言い訳なんだよな、ぶっちゃけ勝てるもん別に状況によっては。でもここさ、ここだよねやっぱ、あの裏取りっていうか相手も見やすいステージだから絶対にここ無理だよ、うん、ここ AI だって厳しい。あとなんだっけ、あのキャストオブザシルバーフィートとかもあれだけど、あと結恋とかは別に味方 AI でも勝てる時はあるの、結恋とか、あと何だっけ、裏に詰めにくいステージとかは全然もういいんだけど、あとあれなんだっけ、夜行犯罪特区とかもまあ別にあの味方が一人 AI でも勝てる時は全然あるんだけど、やっぱこういう広いステージだとさ、やっぱそれぞれ各々がやっぱしっかり相手を全員見れるところにあるから、ね、盤面ねちゃんと理解しないとあれなんで、ここはちょっと AI と厳しいところがあるかもしれないですね。はい、ということで、終わろうと思います。こんなうんちうんち動画に付き合ってくれてありがとうございました。それじゃあまた次回のコンパス動画でお会いしましょう。それじゃあまた今度、はい。